4月14日に開幕した瀬戸内国際芸術祭2022春会期が今月18日で閉幕となります。15日は会期中最後の日曜日ということで、三島会場も多くの人でにぎわっていました。瀬戸芸事務局の発表によると、三島会場は開幕からゴールデンウィーク期間までの来場者が34,033人と県下で2番目の人気となっています。会場で栄出親子お手伝いの皆さんが行列に並ぶ来場者がどこから来たのかを聞くアンケートを取っていたので、お話を聞いてみました。私は市内で高松からですけど、今日これ何をするんですか？この三味島に来た人が何人、どこから来たか、聞くという、シールを貼ってもらいました。どうですか、こうどの辺から来た人とか、なんか遠くから来た人とかいました？めちゃくちゃ、一番遠かった、一番遠かった外国のカナダとかも来てくださって。あ、外国？はい、カナダ。あと日本やとどこが遠そうかな？東京とかですね。これ、朝9時くらい、10時くらいからやり始めて、で、たくさん来て買ってもらいました。あ、ちょっと嬉しいですね。やっぱりこういうとこみんなしてほしい。はい、今日どちらから来られたんですか？丸亀から来ました。なんか他の瀬戸家の会場とかって回られたりしました？いや、今回ここが初めてです。初めてですか？最後の日曜日ということで、県外からね、たくさん来られてて、子供さんたちがアンケート取ってて、あれで見てたらね、本当に関東とかから来られてるんで、盛り上がっててよかったね。多度津です。あ、多度津から。はい、他の瀬戸家の会場とかって回られたりしました？いや、今日初めてです。あ、今日初めてですか？はい、いや、いいと思いますよ。もう今までコロナでみんな自粛しとったんで、ちょっとこう外へ出て気持ちになれていいと思います。はい、今日どちらから来られたんですか？あ、いや、東かがわ市です。あ、東かがわから。はい、他の三味島以外の瀬戸家の会場とかって行ったりしました？今年はまだ行ってなくて、これからちょっと回りたいなと思ってます。はい、それはすごくいいと思います。本当になんか香川県のなんか芸術だけじゃなくて、香川県の良さがすごく全国とか世界に発信してる感があって、すごく素敵だなと思ってます。はい、瀬戸内国際芸術祭2022春会期は5月18日までとなっています。今回は最終日にセレモニーなどは予定されていないとのことです。